じゃあどちらの子から行こうかな。ちょっと待ってね。これはじゃあちょっと袋だけ。ごめんなさい。こちらか。こちらですね。あ、そうか。道中はね、水なしでいいですか。先お聞きしました。そうそう。餌はあった方がいいですけど。はい。袋の子から行こうか。文鳥はなぎちゃんじゃないね。文鳥なのね。はい。はい、じゃあ桜文鳥のむぎちゃん。まずね、文鳥を見るときはすごいね、爪長いですね。クイックストップ。この目の色、目の前の色、アイリングって言うんだけど、これがこうやって赤くなってて、くちばしの根元が赤い。これは健康的な色です。健康だと思います。そんであと、胃袋が3つありましてね、一番目の胃袋がここなんですけど、まあ午前中はあんま入ってないけど、今はあんまり入ってない。今はあんまり入ってないです。はい、で、ここに、まあ、骨があって、両横に筋肉ついてるんですけど、まあしっかりついてると思います。で、ここずっと触っていくと、ここはお腹。お腹が膨らんでるといけないですけども、膨らんでないですね。触ってみます。この両、こう触ると、そう、いいですよ、ここで触ってみて。そのままスーッと舌を入れてください。そう、骨がないとこあるんだけど、で、ここも中です。もう膨らんでないから、身体検査 OK ですね。で、先にちょっと体重だけ取らさせてもらいますね。いや。はい、4か5ぐらいです。4ですね。24g。その分は約ご飯が入ってる。まあ、こうやってカゴに入ってさ、車で見えてるんですよね。移動したりすることはそうないですよね。初めてです。結構興奮してませんでした。はい、ここにいてるのに1時間ぐらい。あ、そうなの。じゃあそれもちょっとお話ししますね、後で。はい、リスタートして。じゃあ爪ちょっと